はい、こんにちは。村野聡です。今回はですね、子育て期の教師修行、私の体験についてお話したいと思います。私の場合はですね、29の時に、ご縁があって結婚し、30の時に父親になりましたね。ですのでね、ちょうど30代っていうのが私の子育て期だったんですね。子育て期になりますと、子供を、中心に見ていくという生活になっていきますので、なかなか自分の時間っていうのかな、自分が教師修行するための時間っていうのは少なくなっていくわけですね。例えばですね、セミナーなどもなかなか自由に毎回行くことはできませんね。私の場合は本当に年に1回特別大きなセミナーだけはなんとか1年に1回だけ行ってましたけども、あとはですね、ほとんど参加することはできませんでしたね。それとですね、やはり仕事から帰ってきて家で仕事をするということがほぼできなくなります。そんなこともあって、向山陽一先生もね、30代からの教師修行は遅すぎるというふうにおっしゃってますが、そういう環境下に置かれる人が多いからだと思うんですね。教師として力をつけたいとか成長したいという気持ちはね、皆さん持ってると思いますので、それがなかなか30代っていうのがね、状況が許さないことがあるということですね。で、当時はですね、やはりね、すごく焦るんですよね。やはり同じ年代の仲間が、どんどんセミナーなんかに行って、でどんどんこう力をつけてくるところを見てるとですね、あ、自分はこのまま力がつかず終わっちゃうかななんていうふうにね、ちょっとこう焦るんですよね。そういう気持ちって皆さんもありませんかね。過ぎてしまって、今この年になって考えてみれば、結論から言えばですね、全く焦る必要ないんですね。これ何かの動画でも一回簡単に話してる内容なんですけども、教師として力を伸ばすための方法というのはね、たくさんあるんですよね。それを一つ一つね、大切にやっていけば全然焦る必要ありません。じゃあ村野は何をしてたかということなんですが、それをちょっと紹介していきますね。4つぐらいあるんですけども、まずですね、先ほども言いましたけども、セミナーには年に1回ぐらいしか参加できなかったんですが、大型セミナーだったのでね、丸1日だとか2日連続だとか、そういうセミナーだったので、そこでですね、膨大な情報がもたらされるんですけれども、とにかくこの会場にいる誰よりも吸収しようと思って参加してましたね。年中セミナー行ってる人はね、やっぱりちょっとその学びの気持ちにね、緩みがあるんじゃないかなと思うんですね。いつでも行けるからね。だけど私みたいに年に1回ぐらいしか行けないとなったら、もうそこでね、ものすごく情報に飢えてるっていうのもありますし、そのライブ感の良さをすごく堪能できるわけですね。年中行ってる人はもう慣れちゃってるけど、たまに行くので本当にね、それが刺激になるわけですよね。で、講師の言っている言葉一つ一つをね、とにかく刻み込もうと、自分にね、そんな感じで受けてましたね。1回しか行ってないけども、10回油断して参加するセミナーよりも、1回超集中して参加するセミナーの方がね、学ぶことが多いんじゃないかなというふうに自分では思い込むようにして参加してましたね。ですからね、その1回が本当にね、楽しくて楽しみで、で、終わってしまうとね、ああ残念、もう終わっちゃったっていう感じでしたね。で、今はいいですよね、ズームがあるので、またこうやって YouTube なんかでもね、こうやって喋る人がいればですね、教師修行が家でも自由にできるわけですからね。だから当時ズームだとかこう YouTube があればね、また学び方は違ったと思うんですけども、当時はそんな感じでした。あと2つ目なんですけども、2つ目はですね、とにかく本から情報を得るようにしましたね。本でしたらね、家族でどっか出かけた時にちょっと本屋さんで買ってくるみたいなことはできましたし、あと地域の図書館に行って教育書をね、借りてきて読むなんてこともしました。ですのでね、かなり本はたくさん買ってたくさん読んでいましたね、その時期に。で、3つ目なんですけども、3つ目はですね、これが一番本流っていうのかな、とにかく現場で力をつけるんだという発想ですね。子供に普段授業するわけですから、やっぱりその授業がとにかく中心なわけですよね。ですので研究授業ですね、研究授業をできるだけやるようにしましたね。100回という目標もあったんですけれども、できるだけたくさんの研究授業をしようというふうに心がけてました。研究授業でなくてもね、こんな授業をしてみようとか、自分で工夫しながら授業をするっていうことをね、とにかくやってましたね。で、その中で自分だけの教材を作ってみたり、そういうことも並行してやっていきました。ですから私の研究授業100回達成したのも30代なんですね。30代半ばぐらいかな。20代ぐらいでね、達成しちゃう人もいると思うんですけど、私はちょっと遅くて35ぐらいの時に100回達成することができました。これも子育て期に達成したんですね。4つ目なんですけども、20代の頃はですね、割とセミナーにちょこちょこ行けたので、でその頃にこうレポートを発信したりしていた関係で、
原稿依頼を時々いただくことがあったんですね。でその原稿依頼が来た時にその内容ですね、かなり、まあ、いつもそうしなきゃいけないんですけども、まあ、かなり本気になってね調べ尽くして書いてました。その結果ですね30代で出版することにもつながりましたし、まあ、これも全部子育て期ですよね。子育て期に初の出版をすることができたんですね。まあ、出版すると決まってからが大変でね、うちの上の子がねちっちゃかったので、とにかく机に座ってパソコンを打つなんていうことは、まあ、当時パソコンなくてねワープロだったんですけども、机に座ってワープロを打つなんていう時間はまあ基本的にないわけですよね。なのでどうしたかというと、ワープロをいつもねタンスの上に乗せといたんですよね。タンスの上に乗せといて、こう子供を抱っこしながら片手で打ったりねそんなこともしてる時期がありました。原稿をね仕上げるためにそんな風に打ってることもありましたね。あとはもうとにかく家族がもうみんな寝てしまってから、もう本当自分の睡眠時間を削って、仕事をしてましたね。原稿を書いてました。まあ、まだ30代で若かったのでねそれができたんですけども、今はとてもできないですね。睡眠時間削って仕事すると完全に頭がねもう、ま、回転しませんので、まあ、体力的にもねとても無理なんですが、まあ、30代だからできたんだろうなと思うんですね。だから本当にね毎日眠かったですね30代はね。まあ、そんな感じで30代私は教師修行をしてきたわけですけれども、まあ結局大切なのはですね、今だから言えるんですけれども、時間の長さじゃないんですよね。結局その集中力だと思いますね。与えられた時間が長ければその長い分だけ仕事ができるわけでもないんですね。今私退職して1日こう結構時間があるんですけども、その時間全部ね集中して仕事やっぱりできないわけですよね。人が集中して仕事ができる時間って多分ねこうある程度限られてるのかなと思うんですね。人がというか、まあ私の場合はそうですね、限られてるなと思うんですよ。別に長い時間がなくても本当に短い時間だけでも集中して行えば、そんなにね、人と差はつかないんじゃないかなと思うんですね。で何よりですね、その子育てというのがですね、とてもこれは大切な仕事の一つじゃないですか。まあ、自分の子供と接していること自体がですね、もうまさに教師修行どころかね人間修行なんですよね。で本当に自分に子供がいたおかげで私もすごく成長できたと思いますし、大きく成長させてもらいました。先ほども言いましたけども、自分の時間が短いからというんで焦るんではなくて、時間が短い方がね集中できてかえって効率が良かったりするんですよね。そんな風に考えて焦らずですね30代教師修行をね続けていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。もう本当子育て期なんでね短いですよ。あっという間に子供たちは成長しますので、まあ、その時期は本当に子育てをね楽しんで子供と接する時間を少しでも多くとって、でそれがですね、まあ、最終的にはですね自分の人生の中において大きな意味を持ちますので、子育てをしている方はぜひそこで集中してください。そして短い時間ですけどそこに集中して仕事もしていくと、それでね何も問題ないと思いますね。私もね本当に若い頃はね確かに焦りましたよ。でも今思えばねそんな焦ることはなかったなというふうに思います。はい、今日は30代の教師修行について、まあ、自分の体験をお話ししました。何か参考になればなと思います。今回も最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。